で叫んで <laughs> ねえ当にどうしようまだ舞台のその曲がなんか頭から離れてない大声で叫びたい褒めてくださいめっちゃ頑張ってる <laughs> えーちょっとさ舞台のさこととかさめっちゃめっちゃさ あ、待ってでもさあれ青春録終わってから配信したっけあれあれえずっと仕事中揺れる揺れるって流れえわかる揺れるもめっちゃ好きまだアーカイブで見れる見て「揺れる揺れる」めっちゃ好き何の曲が好きですかでも私はあのー、普通に普通に水中 が好きですなんかめっちゃ好きでも全部好きなんかダンスダンスダンスもそうあの d v d b l u ル r a y も発売されるのでよかったら <laughs> 明日のクリスマス公演見るよあお楽しみに待ってます」 え、わかるわかるそうなのなんかねあとねそのラムちゃんはもうねあのなんかあのやっぱりその何ていうのオールオールで歌ってるところオールでなんかあの「ALL オール」なんかみんなでそのブラッシュアップブラなんかそのそうのもうさー えなんてちょっとさ舞台の時のさエピソードとかめっちゃ話したいんですけどなんか私から話すとなんかはどこから何を話したらいいのか分かんなくなるからちょっとなんか質質問問してほししてていいです質問してくださいそこからはるかが話を広げる方式にしよう <laughs> ネオンキッズで初めて知るえ私のこと嬉しい覚えてほしいですお声はるかです <laughs> ラマさんのお家はどうでしたかあラマさんのお家はねあのゴミ袋ねなんかなんかね落ち着いちゃうんですよね一瞬でもなんかラムちゃんそう <laughs> <laughs> そうなんかねすごい演出ですよね私さあのゴミ箱からさあんなところにさあの出てくる人が出てくる穴があるなんて思ってなくてそうだしその千秋楽の時だっけなんかゴミのごみ山になんか何度か何度かね 餌食になってるんですけど一回だけそのゴミ山の巣の中に入れられて <laughs> ちょっと私のあそこのシーンだけ本当にこらえられなかったそう,そうそうそうとめきとねめっちゃ とめきによく生贄ににされてるので負けないように頑張っててとめき役の舘野崎さんはすごい仲良くしてくれてあのねみはるさんとねラジオでねあの共演されてた方でそうそうそうすごい楽屋も隣だからめっちゃ仲良くしてくれて。 でもね28歳なんですよ私と10個差ののなんかマジで見えない本当になんかしかも顔めっちゃ綺麗なんかその私のの理想の整った顔なんですよねあのなあの彫りの深さがまず程よくて目が可愛くて鼻が可愛くて口が可愛いそう なんかあの稽古初日の日がみんな顔合わせのね初めましての時がお誕生日で確かその日に28歳になられてなんかまだねちょっと会ったばっかりなのに「はい」みたいな感じの <laughs> ちょっとみんなまだそう初々いしいみたいな初々いしいとか違うかなんかあの慣れ染めあなれ初めなんていうの はじめましての時の写真がねもうアップされてると思うんですけどそうでも確かなんか話しかけてくれてその美るちゃんと同じラジオだったみたいな話からしてくださって <laughs> めっちゃね可愛い,いし面白いし そうすごいしかもしっかりしてるすごいしっかり者さんなんですよでなんか一個ずっと喋ってくれるなんか私人の話聞くのめっちゃ好きだしなんかあんまり自分で話に行けないからなんか話してくれるのがありがたくてそう もうさあすごいさあほ本当にえちょっとそう共演者さんの話したいかもあ舞台ねひのちゃんが見に来てくれましたよ「地雷さんから学んだ関西弁あ地雷さんから学んだツイッター見てくださいあの有田杏さん」 劇団員の有田杏さんツイッターえっと「大きに」「ほな」え「えほな大きに」違う違う違うほなまた待って忘れたわえっと「大きに大きに大きに」「ほんまほんまに大きにほんま大きに」「ほなまた」 大きに <laughs> なんかその舞台のもうめっちゃねそのキャストさんに関西系の方関西系とのその方面の方が結構めっちゃたくさんでメイクさんとか衣装さんめ衣装さん衣装さん開催米だったかな <laughs> でも丸尾さんもそうだし。 有田さんもそうだし劇団員の方結構関西の方多かったかもえなんかそうだからなんかめっちゃ関西関西弁がめっちゃあって環境の中に私なんか関西弁にめっちゃ憧れがあってなんか「暑ない?」「寒ない?」とか使ってみたくて。 そう、関西弁にめっちゃ憧れるんですよねなんかいいよねその関西弁で喋るだけでさなんかさ面白くなるじゃん そうそう,そうなんかめっちゃ面白くなるからいいなーって「<laughs> 熱ないの」みたいな「俺はるるんのことめっちゃかわいいなって思っててん思っててんも関西弁ですか?」ててん思っててん思ってたんだよってことだよね し <laughs> ゃっけい別に笑っちゃう,笑うところじゃない新潟はねあっちえしゃけいそいがそうですねなんかねほんとに 明るい人たちだった明るい明るい,明るい集団なんか私までもなんかでもこ,れこう見えてもその自分がなんか一皮むけたまではいかないかもしれないけど半分くらいはなんか陽,陽キャの成分をちょっともらってきて新潟に帰ってきたんですよ。 なんか最初マジで喋んなくてなんかでもなんかどうしたらいいのか分かんなくてなんかまず18歳でその二十歳未満だったのが私しか多分いなかったし高校生だしなんかしかも新潟から来たしそうだからなんかだし初舞台だし。なんか どうしたらいいいのか分かんないみたいな感じで <laughs> とりあえずもう静かに静かにしてたんですけどそうでもなんか話しかけてくださったりとかすごいなんかとか一回こう会話のキャッチボールを人はしようとするじゃないですかしようとしてなんかうまく私がキャッチできなかった時に けど、でも何回も何回もその心のドアをノックしてくれるような優しさあふれる共演者さんでした皆さんそう心のドアを諦めずに何回もドドックノ,ノックしてくれるような <laughs> 優しい世界でした そうですねいやなんかでも寂しすぎてなんか写真とかさ見返すとさ手に取るようにこう記憶が鮮明によみがえるというかだからなんか不思議な感覚になるんですよね。1ヶ月ってささこうもうも 3日を乗り越えたらさその習慣化されるじゃないですか1週間2週間とどんどんで1ヶ月だからさなんかもう習慣も何も当たり前みたいになってきてってさだからなんか急に「本番終わりましたみんなありがとうお疲れ様でしたー!ザ」。 って解散しちゃうような、なんか。そんな寂しいことあるんですか。ってなんか。めっちゃ。でも、もう。本当に、結構、ずっと。いろんな涙が出てきてた、なんか。 いほんとに単純になんか結構辛いこと苦しいことみたいなのもだしなんかめっちゃ自分に対してもそうだしなんでできないんだろうみたいななんか動き出した。 何か本んに寂しいとかっていう個人的な感情とあと普通に作品にもめっちゃ感情引用しちゃってうーってなるし何か音楽の力も相まって余計すごいもう心の感情がの波がもう本当にすごいような。 だかからなんかもう体もそうだしでも心が動いてるってめちゃめちゃ疲れるんだな体力がすごい必要だなって感じでしたね。いやーでもなー本当に幸せな1ヶ月間でした。 そうなんかあのナミさんマリリン役の玉木奈美さんがすごい優しくってあのすごいもうスーパーマンなんですよなんかあの。 もうめっちゃね、舞台そのもう今回のね私は怪獣の稽古にもその前の舞台に出演されてたから途中で合流されたんだけどもうそれでも振りもすごい早く習得されて歌もそうだし演技もすごい本当にだしめっちゃ美人だし。 めっちゃ髪の毛はさらさらまっすぐ <laughs> 優しいしそうなんか私の,あの「水中は苦しいかも」もあのー、アドバイスくださったりとかそう そうだからすごくすごーく助けていただいてうんあとはねあ AKB のチームエイトの三方は やっぱり可愛かった。<laughs> かなんか、結構、あやねさんとかはめっちゃ話しかけてくださって。でもあやねさんは、ずいぶん私よりも年上なんだけど、本当にお若く見えるというか、そう。 実はなんか私好きでこう、共演する前からそう、だから共演ご一緒するって聞いてえーって思ってたそうなんかゆうなさんゆうなさんめっちゃ面白いなんかめっちゃ面白い人だなってなんかすごく優しいなんかね 人と話すのがすごい好きでって言ってらっしゃったそうなんか話しかけてくださってえなんかなんだろう雰囲気を見てなんかあのとっても なんかこういう人が周りの人から好かれて人が集まってくるような感じなんだろうなみたいな優しい。 あの岡部凛さんと <laughs> 私本当に話しかけられなくて <laughs> ちょっとあの <laughs> でも千秋楽の時にお話ちょっとしたんですけど <laughs> でもなんかずっと実はずっと顔見してて <laughs>。 やっぱりなんかすごいめっちゃ圧倒されるというかなんだろうそう <laughs> なんかな何本番前とかあの岡部さんはずっと。 ステージでこう一人で歌ねその練習そうされててなんかあ私もしなきゃって思って行って <laughs> でも喋らない全然喋らないけど。 なんかそうなんか廊下とかでもすれ違うから <laughs> なんかずっとすごいそわそわしてる子だなって思われてるんじゃないかなって <laughs> なんかあのそうめっちゃその歌いながら廊下とかすれ違うんですよ声出しみたいなだから <laughs>「またこいついる!」って思われた <laughs>。 なんかすいませんすい,すいませんって思ってた <laughs> そうでもでも千秋楽なんかね本当にちょっとも私心残りとしてはもっとなんかお話というかなんか本当はなんかもっといろんなこと聞きたかったそう,そうなんかやっぱり舞台の経験とかもされて。 そうなんか次のさ出演される舞台もさすが大きな舞台でさだからなんかあの本当はもっといろんなお話とか AKB さんこととかなんかもう聞きたかったいろいろそうなんかその他の48さんと交流するみたいなのがちょうど私たちの代からなくなったほぼなくなった代なんですよ。 そうだからなんか他のグループさんとご一緒できるチャンスってなかなかないからなんか本当はもうちょっとお話ししてみたいなって思ったけどでもちょっともっ今思えばもっと行けばよかったって思ってるけどでもなんかやっぱり集中されてる時とかはダメだし。 <laughs> そう,そうでもでもねずっとガんしてたんですりんさんのことそう <laughs> なんかガんしてて学ぶことはめっちゃあったしなんかとにかく顔がめっちゃ可愛い <laughs> いやちょっと大好きなんですよねほんとに <laughs> 大好きなんですめっちゃそうえっ顔かわいすぎませんかそう本当にかわいいえきれいって そうなんかこうこん,なこんな人になりたいってなんかそのお顔もそうだけど生き生きまとかすごいそうなんかその楽屋で私はその会話には参加してないけどンさんあやねさんゆうなさんが3人でお話ししてるところの隣に私は。 あの席があるので座ってて聞こえてくるじゃないですか会話がなんかそのめっちゃそうそうそう聞いてうんそうなんだーって聞いてたななんか毎朝ご飯いっ一杯食べるようにしてる

食べるる気になれなななれくてみたいいあるじゃないですかなんか岡部さんあそうそうえなんかファンの方も知ってる情報なの吉野家の牛そうそうなんかね結構ね牛丼食べられてたそうそうねなんか朝ごはんっぱいわあとなんかめっちゃ自炊されてるらしいよ私が直接聞いた話じゃないんだけど。 <laughs> はいそうそう聞こえてきた話ね <laughs> えー、なんかあでもその千秋楽の時にお話しした時はなんかその皆さん共演者さんとかみんなが「村長」そんって呼んでくれてたけどなんか「孫ちゃん」って呼んでくれて。 なんか村長って渋いから「孫ちゃん」って呼んでくださってうれ <laughs> しかったそうなのだからなんか岡部さんがその ステージで本番前に歌ってたら「私も行こうっ」って言って一言も喋らないけど橋と橋で歌ってた <laughs> そうでもなん,かなんかすごい稽古の時からまあでも岡部さんはその初演の時も出てらっしゃったから曲知ってる曲もあるっていうのもあると思うけどなんかすごい。 すごい声出して歌ってたからなんか私も歌とかダンスとかその丸尾さんもなんかその全体に全体に向かってというかなんかのなんだろうやっぱり与えられたものをすぐ自分のものにしていくような癖をつけないとだからっていう話があってああそうだ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 と思って <laughs> ダンスとか。 教えてもらったらフリーでしたら次の稽古を次の日までにちゃんとやっていって歌も覚えてでなんかそのダンスの稽古の時にでも歌を覚えてたら歌歌いながらやるじゃないですかなか歌の稽古の時も踊りながらとかなんかちゃんと自分のものにその与えられたものをちゃんとやっていくっていうのは。 なんか岡部さんすごいやられてたからああやんなきゃって思ってちゃんと声出してこうっていう精神でやってました <laughs> はいでもなんか実はなんか歌声とかが似てるって言われることが多くてなんかあの 8枚目シングルのそのレコーディングを稽古の稽古期間の秋秋にやってたんですけどそうなんかそのレコーディングの方にも言われたその同じ舞台とか今共通点とかない時点だけど岡部りんさんの声。 歌声と似てるねってなんかこれ分かる人とそうかなっていう人もいるなんか言われてみれば分かるけどっていう人もいるけどでも結構言われるんですよねそうなんか申し訳ない気持ちに毎回なるんですけど <laughs> そう。 ちょっとあの申し訳ない気持ちになるけど私としてはあ、そうなんだってなんか喋り声っていうよりかは多分歌歌声というかその歌とかそのセリフ セリフなんていうのそのなんか演技の時の声とかなのかなでもなんかその AKB さんから NGT に来たスタッフさんにも言われた舞台 を見にに来てくれた関係者さんにも言われた自分でも歌声は確かにって思ったなんか今回のそのやつではなんか歌うっていうかキャラクターが全然あれだけど違うからあれだけど。 なんんかすいませんって思ってます <laughs> ちょっと嬉しいけどすいませんって思ってますでもなんかうんそうねえ何だろうもっと 追いかけたいなーって思いました。<laughs> あとは。なんだ。あ歌声良かったですか、ありがとうございます。 なんか NGT のスタッフさん見に来てくれたスタッフさんにも言われたなんかグループの中にいるとそんなに分かんなかったけど歌上手なんだねって言われたなんか上手ではないんですけどその多分歌唱歌唱的に上手では全然ないんですけどでもなんかそのの中に表現みたいなのが加わる方が自分としてはやりやすいかもなんか。 その歌もさなんかそのなんか安定してなさも全てをこう表現っていうふうにまとめていただいた方が私的にはなんかそっちの方が自分の気持ちに嘘をつかずにうまく歌おうっていう気持ち自体がなんかその嘘嘘になっちゃうじゃないですか表現の感情感情の向き方としてはなんか。 うん、でもそのもう毎回毎回気持ちをそこで作ってこうもうも気持ち高めて舞台に上がるっていうのは本当にエネルギーがとても必要でそう。 うんそうねめちゃめちゃ大変でしたなんかその丸尾さん演出家さん歌唱指導の先生と振り付けの先生とその三大巨頭 の方々にアドバイスやご指摘をいいただくわけじゃないですかで、あの若干違ったりとかそこを意識するとこれができなくなっできにくくなっちゃうんだよなみたいなこととか <laughs> そうそうそうあるからそれをでもでも最終的には。 あなたに委ねますみたいな感じもあるみたいなそうなんか私はやっぱりそのあれ日刊さんの取材 記事でもお話ししたっかななんかやっぱそのここをこういうここは切ないような感じの顔そういう声とかっていうふうにどうしてもなんか決めたがっちゃう自分がいるというかそれを レールを引いてその上を通るみたいなこうして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 っていうのをずーって通っていくようなのを従っちゃうそれがなんか思いっきりできるような自信とか安心感にもなっちゃっててでもそうするとそのなんか人の心に届くような人を感動させられるようなものにはならないんだっていうことは教えていただいてなんか。 今まで生きてきてて割とそれであのなんとか生きてきたんですけど <laughs> なんかその初めてその自分の立てたプランをこなしてやっていく やっってていることがバレてしまったような感じ感覚 <laughs> 見透かされてしまったような感覚がゾワゾワっとして <laughs> いやー丸尾さん <laughs> あバレた <laughs> みたいな <laughs> バレたって何て言うの別に悪いことしてるわけではないんですけどそのそうそうそうやっぱそれがなんかその。 練習した分だけ自信にななるじゃないですかなんかその緊張って不安からくるとも言われるじゃないですか私の中で結構それあってなんだろうそうそうなんかいろんな緊張の種類があるんですけど私もな,なんかやっぱり練習してないと不安で震えてくる緊張してくるから。 それをなくすためにはやっぱとことん練習してとことん決めていかないといけないって思ってたらでもそれで稽古でやってみったらなんかこう嘘ついてる感じがするとかなんか決まった本当に次こうして次ああいう顔してこういう声でみたいなっていうプランを立ててそれを。 通っっててっててててきるるいうのがすごい感じるって言われてああその通りだって思ってでもそのそれってすごい私の中では今までのその18年間生きてきた人生でずっとそれで生きてきたというかっていうふうに見えないようにするっていうことですらそういうプランを立てて生きてきた感じがあったから。 自分のその,その場で思っててきた感情のままにやってとかっていうのにって準備を何もしないことにとても不安になっちゃってでもそういうこの感覚を一回捨てれるようにもならないと私は一生変わらないんだって思って。 ましたなんかそう <laughs> いやだから本当に新しいその壁は大きかったですねうん 本当にいい経験させていただきましたなんか舞台って絶対に自分は無理だろうなって思っててまずもう一発勝負でその2時間とかじゃないですかそんなことが私にできるはずがないって覚えることもたくさんだしその。 滑舌とか声発声とかその基礎的なものも大変だしなんかだしその遠くのお客さんには顔がそんなに見えなかったらなんかどっちかというと私はよく表情で褒めていただくことが多かったから表情ももちろんそうなんだけどなんかそのそうだからその映像とかだとさ こう目をパチッて開けたりとかするだけでさだいぶさ変わってくる表情が変わって見えるけどもっと大きくしないといけないじゃないですかだからなんかそんなことは私にできないって思ってて <laughs> そうだからすごく不安だったししかもその何回も同じ劇を劇。 なんか内容中身じゃないですかだからそれも私は果たして毎回毎回この気持ち同じ感情を作ることができるのかとかすごい考えたりとかしてて舞台に立つなんかアイドルで舞台やられる方ってね NGT もそうだけどいるけど相当すごいことだろうなって思ってて。だかからなんか 自分には絶対できないって思ったけどだからもう毎日毎日不思議な感覚でした終わってから「今日本当に私舞台に立ったんだ」みたいな次の日も「私舞台そっか立つんだ」みたいなうん でもなんか多分だけど, <laughs> 多分だけど初舞台があの鹿殺しさんで「私は怪獣」っていう作品だったことが私は多分これあの感じるものなんです人生のビビ,ビビッとビビッとポイントでとってもいいご縁だったなって思います。 ビビビビビビってなる感じですねはい <laughs> あの私ビビッと来るものによって人生が左右されると思っていて今までもビビッと来た道をなるべく選んで生きてきててそうあの運みたいな感じなんですけどもでもよかったなんかその 結構なんだ劇団員さんとかにも「ここの舞台経験したら他行っても絶対できるよ」みたいな「他の舞台どこ行っても大丈夫だよ」ってそう言われるくらい結構結構大変な稽古だったので。 いい経験をさせていただけたなとも思いますしうんなんかその作品をよくしようみたいなことにこう純粋に作品に向き合える没頭できるというか他のこの雑念なくそうがやっぱいいなとも思ったし。 でも今度舞台に出させていただける機会があるとしたら喋れる役をやってみたいな <laughs> と思います、ね、やっぱなんか寂しい喋りたくなっちゃう気持ち出てきますね。なんかあの裏界隈表界隈とかでさあのー、やっぱあのー。 表界隈の方が若いからさもっとなんかテンションを上げてほしい全体的にとかこうなんかもっと上って感じで表界隈がいてくれた方がやりやすいかもみたいな感じで指摘いただいた時にでもラムは喋れないじゃないですかだし内気でで恥ずかしがり屋なんですよだからとかやっぱあの。 その場面で中心となるね、セリフのある方が喋っててる時の周りの感じとかみんなアドリブとかでその場のものとか使ってやるけどラムちゃんは喋らないからもう動きと表情だけで寂しいなーっていう大声はるかの感情でした <laughs>。 そう。いや、喋らない役めっちゃ大変です。その。喋る時の方が珍しいから、の中で。ラムの。なんか。今まで。生きてきた中で。 のとかをそのもう全部表現しないといけないしその喋ってないところでも。で喋った時に「あこんなことを考えてたんだね思ってたんだねつらかったね」っていう風にそう思っていただかないといけない。かめっちゃ大変 めっちゃ雪すごいんだけど何事 <laughs> そう <laughs> なんかよかったな本当にもう。 思い出になっちゃったんだなって思うと寂しいですねソロの演技は見てしまいましたえ、嬉しいもうなんかツイッターとか見てたらさ小声はるかっていう子初めて知ったみたいな感じとか言ってくれる方 を見つけてて嬉しいなって <laughs> でもなんか本当は初舞台初舞台だとは思えないって言ってほしいというよりかはもっと上を目指したかったなっていう気持ちです。 もちろん、お褒めの言葉頂い,いて嬉しいんですけど初めて知りました歌がうまくてびっくりしました次が楽しみで嬉しいありがとうございますそうなんか <laughs> とか,なんかもっとんかラムちゃんの今回頂い,いた役だけどその誰でも誰がやってもいいど,どの役者さんがやってもいいじゃなくて私にって言ってもらえるような人になりたいなって思いました。 うんでもなんか本当に思い出すとめっちゃいやーなんかよかったな <laughs> なんかすごいさ毎日稽古場ではなるべく平然を装っていたんですけど 毎日帰り道でいろんな気持ちになってうんなんか本当はそう言ってもらいたいわけじゃないなとか自分の中でも意外とこう見えて意外と。 芯,があるので芯とプライドもあったのでなんかその、ま、もちろん周りの方の方がなんだろうあれだけどそのな,なんていうのなんかもっとさちゃんとさベテランの俳優さんとかさベテランの俳優さんっていうかその経験値のある方はさなんだろう こう提案されたら「ああなるほどそういうことですね」っていう風に受け取ったりとか何だろう「あでも私の解釈としては」とかなんかこう自分のその役を演じるのは自分だからその役に入り込ん一番入り込んでるのは自分なはずだという風うな感覚そのくらいはしてたんですけど。 だからなんかそれを自信持って誰よりもラムの気持ちというか私はラム私がラムだからだからラムの気持ちが分かる誰よりも分かってるのは私ですみたいななんか気持ちでもいたからそうだからそのなんだろうなもっと経験を積んで。 ここで今そう作ったものとかじゃなくてその場に立って出てきた感情ラムとして出てきた感情が今こうだったからこういう気持ちが出てきたんですけどって言ってあじゃあそれはこういうふうな見せ方で表現するといいかなっていう感じでなんか自分の中から出てくるものをもっと主張できるような人になりたいなって思いました。 なんか何でもかんでも「あ分かりましたはいはいかりました了解です」って言うんじゃなくてそうなんか本当に <laughs> もういろんないやーもう泣いちゃうもうなんかすごいもうめっちゃ。 帰ってきて帰ってきてなんか言われた言葉が悔しいのとかなんか自分に対して自分ができなかった悔しさもある日もあるしなんで自分なんでなんでとか分かんないみたいなところもあるし。 わか,か,かその自分をかなり追い込まれるとこう防御体制みたいになって <laughs> 自分の中で自分を肯定し始めるはるかもいるというかでもその裏にはいや私がもっとこうしないといけなかったんだって分かってる自分もいるというかその脳内会議の中でいろんな発言者が出てきて。 いいるわけじゃないですかだから自分の中でもあれですアンンビバレントです <laughs> 自分の一つの頭の中でも矛盾した2つ3つのことが生まれてきてるみたいなむずいですね。<laughs> そうだからなんかああそうなんかその私は本当にマジなんか稽古始まってあやばいなって思った瞬間にでも次来た時に誰よりも歌も歌えてダンスも覚えて言われたダメ出しもちゃんと改善していこうって。 マジで誰よりもやっていくっていう気持ちでやってたからこそその誰よりもラムでいる当たり前じゃないですか自分が演じるんだから。っていう気持ちだからラムの感情的にはこうでも演出でつけられたものはこう歌の先生にはこう言われてダンスの先生にはこう言われてみたいな。 何かそれめっちゃ大変だったし何か答えができてないところもやっぱりあるからそれはもっと経験を私は積んでいかないといけないんだなとも思ったけど。 なんか全てべてを演技の部分ももちろんそうだけどもう全てにおいていい経験をさせていただきました、はい、ドキュメンタリーがあった方がいいと思うくらいプレゼントありがとうございました うん、もうなんかやっぱりグループでなんかこれはな,なんだろうなんか私は分かんないけど。 なんか一回舞台をこう経験させていただくとアイドルでもなんかその AKB さんとかさみんなで舞台やってたりするじゃないですかなんかでしかもそのの丸尾さんん演出なんですよねそうそうめっちゃ NGT でもやってみたいかもって思っなんかあの っていうのはその演技がとかではなくてに対するそのなんていうのかな意識がすごい引き締まるというか。うん、その自分が喋ってないところでも。 ラムはラムでいないといけないから目立たないから街とかでは全然ないしやっぱあとあれですねその声発声練習とかもさ歌の練習とかもさあと。 こうダメ出しをいただいたところを改善しないといけないからなんかこうどんどんトライしていかないといけないんだなっていうのはやっぱ感じましたなんかもっとこう感情のサブテキストとしてこういう感情寂しいとか怒りとか入れたような感じで言ってみてって言われて最初と変わってなかったら。 演出家さん的には言ってる指摘してるのに変わってないじゃんってなるからとにかく変えてみてほしいって言われてああなるほどでなんか変えてみて違ったらまた違ったで言うからどんどんトライしてほしいってやっぱそれって周りの目とかを気にしすぎてるとできないことだしなんか恥ずかしいことって思ってること自体が恥ずかしいんだなっていう空間にいると。 自然となんかそうなんかそういうことって大事だなというか他の人と違うことをするとか今こう自分の中でこういうプランで作り込んできたものから変える勇気とかっていうことが。 なんか大事だなって思いましたアイドル活動においてもだからなんか一回やってみたいかもみんなでってその中でやっぱ歌とかその見せ方その舞台上のなんか一撮りとかも すごい言われたなんか本当にその基礎的なものが私何にも分かってなさすぎてもう見,よう見真似じゃないですかあこうセリフ本読みからあこんな感じであ結構大きい声出すんだなみたいなもう本当そこからだからそう。 道取りとかすごい言われましたねこうなんかやっぱ舞台ってみんなでこう一つの生き物みたいに動かないといけないって言うててああなるほどこうなんか隣にいる人が動いたらその気配を感じてちょっと自然と体が動くようななんかこう何も考えずに動くとそれが不自然になっていくけどだから誰かが動いたらその。 こっちの後ろの気配とかもこう全部こう感じながら「ちょっと説明するの難しいんですけど」って言うんですってもうマジでそれを聞いた時にはマジで私はそれができてないんだってすごいすごい思ってだし何かでもセンスとかもあるからななんかこれやばいなってでも本当にそれ新しく学んだことすぎる。 でもそのお客さんから見えないといけないけどラムは基本的にすごい人の後ろに隠れたりとかするじゃないですかそうすかご,ごいそれあったなんかあんまり前に出過ぎるようなキャラクターではないけど。 見えるところじゃないといけないからって言ってあやばい人がここにもここにもいて私の1ドルるところどこにしようみたいなのは結構あったけど後半になるにつれてああんとなくこんな感じかなみたいなそうなんかすごい雑魚にずっとピタッてくっついてる時もあればみんながこうわらわらやってるところを感覚一人開けて。 震えてるっていう様子を見せることによって後からのシーンが効いてくるとかっていうのもあるしっていうのもあるからなんか本当に舞台奥深いでもなんか何回も見ちゃう人ってきっとこういう感じを見てるのかなとも思いました。なんか舞台好きの方 何か,そうそうか衝撃的なものを目にした時にさみんなで「わっ!」って驚くのもなんかその作り,作り込んだ感になっちゃうらしいだからなんかいろいろそのキャラによって一回こうなんか目にしたものが頭の中で処理できてない時間があってもいいしなんかっていうそのなんかそのキャラクター 役者さんのセンスとかプランとかなんか必要なんだなってでなんかその演出家さんに言われたことに柔軟にこう対応していく人がやっぱり「またお願いします」っていう感じでその業界の中でやっていかれる方なんだなと。 本当にめっちゃいろんなことなんかその丸尾さんがよく名言を名言をばっかり言われるから台本にめっちゃメモしてて自分に言われたことじゃないことでもめっちゃメモしててだから台本めちゃめちゃ宝物でそうすごいね刺激的刺激をいただいた。 いい経験させていただいたなってもう言い尽くせないくらいです本当に言い尽くせないでも言いたいなんか言う,言うことによって自分の中にもこう落とし込んでいけてるような感覚はしますあそうなんかあとねあれだったんですなんかその役者さんそれぞれが自分のキャラクター自分 一人のそのキャラクターをちゃんとこう落とし込むことによってなんだろう表情とか動きとかがついてくるからそれによって舞台っていうのはより繊細なものになるって言われてたなてそれこそ本当そうなんかその一つの出来事が目の前で起きた時のリアクションとかもそれぞれ違う。 だろうし、人が違うからなんか。せーので驚くなんて、なんか。感情に嘘をついてるわけじゃないですか。なんか、あ。なるほどって。<laughs> もう。いや、よかった。本当になんかもう酔ってる人みたいじゃないですか。よかった 確かさっっきかから言ってないないんかすごいあそうだなって思いながらでも頭でも分かっててもなんか体が動かないっていう日もあるしでそれは大声か的な悩みでラムとしてではなく大声かの感情としてうわなんでこんなうまくいかないのみたいな。 うん、でもなんかすごく自分のもともと持っているものとかそれぞれなんていうの特技とかあると思うけど私はあんまりないと思っていたので。 なんかそれを少し引き出していただいたような感じはしてて楽しいなぁとは思いましたもっとやりたいな知りたいなっていうふうに思いましたなんか奈美さんが舞台やり続けてほしいって言ってくださってなんとなくその言葉が私の中にはすごい残っててだからなんか。 分かんないやりたい気持ちもあるしでもまだやっぱり知らない世界は怖いなっていう気持ちもあるからでもなんか知らない世界にもっと飛び込んでいきたいなって思ったし私もいつまでも若いわけじゃないからでもこの1ヶ月間は本当に凝縮されたような充実した時間だったから。 やっぱそうなんかグループにいると NGT とか48グループのブランドでそれって先輩方が築き上げてきたもので私個人じゃなくて NGT の誰かで NGT の中で覚えがじゃあ今回は行きますみたいな感じで行くお仕事とかがたくさんなんですけどなんか覚えはるか。 3人ってお願いされたいなっていう気持ちはやっぱりあるというかそれはその俳優さんたちがみんなそうだからなんかまあグループとしてはそのグループとしての名前をもっと私はしていきたいしその自分が個人のお仕事を頑張るとか もちろん NGT に居続ける理由は NGT のことが好きで NGT をちゃんと名前の上がるようなビッググループにしていきたいっていう気持ちがあるから今も在籍しているっていうのがまあ根本にはあるんですけどでもなんかその。 グループをの名前を超えたいっていう気持ちもやっぱり今はあるというかうんそうですね <laughs> いやーあーもう寂しい,もうい 一回だけやりませんか <laughs> なんか初舞台が終わっちゃったってすっごい寂しいんですよね初舞台ってやっぱ特別じゃないですか人生初舞台ですよが終わってしまったんですよそんな悲しいことあるもう悲しい寂しい もうずっと言ってたじゃないですか週2で一生やっていきたいってう <laughs> 他の共演者さんは「えー、絶対に嫌だ」って言ってたけど <laughs> まあ結構ねそのハイカロリーなやつだからなんかかなり 本当だから初舞台がこの作品でよかったってこれ以外ないって思いましたうんもう渋劇大好きです あなんかさ今日さ発表された日向さんのさ次の舞台もさなんかその東京と大阪でやられるみたいなんですけどなんか東京渋劇って書いてませんでしたねでもさやっぱ舞台ってさ結構その稽古からさそのスケジュール取られちゃうからっていうのはやっぱスタッフさんも言ってましたねなんかあの そう,そうあの一応そのアイドル今もアイドル活動して,てだからその私も8枚目シングルの,その取材とか取材デーにその本当は参加できない予定で,でほぼ参加できなくてでもあの急遽ねちょっと稽古のスケジュールが変わってその日の。 最最後の最後のだけ合流したんですよ「行きたいです行かせてください」って言ってそうちょっとその8枚目シングルのリリースの活動に参こんなに参加できないってちょっと思ってもなかったというところはあってそうそうなんかやっぱだからなんかグループの活動を。 諦めないといけないいいととけころやりたいところを諦めないといけない部分どっちかを選択しないといけないところがあるというか舞台やるとそうあでもねすごい舞台のね本もね NG 日とかもね申し訳ないんですけど出させていただいたりとかでその稽古とかも調節していただいたりとかあの学校のテストもあって一回新潟に帰ってきた時とかもあって。 1>, 1回1回じゃないな23回帰ってきてたかな新潟に収録とかテストとかでそうそうそうだからすごい協力していただいて本当に。 申し訳ないの、こんな下っ端な文在でスケジュールを調整させていただくなんて本当に申し訳ないそうでもね本当になんかそれはあるなーって思いましたねグループの活動と個人の活動と。 の二、うん、2023年としてはやっぱりなんか言葉に説得力のある人になるというのが目標というかうんそうですねなんか。 そうそう、喋り替えても重なっちゃったりとかもしたりそうなのよでもなんとなく今回の舞台を通して私はよく「語彙力が足りない」とか「語彙力が足りない」というのももちろんあるけど。 自分のこう感じた結構心が繊細な部分もあるんですよ私 <laughs> 気づいてました <laughs> 私結構繊細な心の持ち主なんですけどそんな感じで言えるとなんかあのとてもそのなんていうのかなその人が言った言葉一言でも その裏にある感情とかを考えすぎな部分というのもあるけど大体合っててそのサブテキストが見えてくるというかなんかとかもあるし曲を聴いてすごいこう想像力が働いてるちゃってる自然となんかとかなんか感じたものが。 多分結構深い深くまで心の深くまで感じてるんですけどそれを言葉にして相手に届けるっていうふうになるとそれだとその言葉が追いついてこないというかで結構ムズムズしちゃうんですけどだからなんかとかなんかその伝えるにも伝えるでその長いなとかこうでも大声さんってさとかっていうようなその んかそのっていうのがあったりとかするじゃないですかそれを舞台だと演技だとパフォーマンスだと自分の中では言葉で伝えるよりもうまく伝えられた感,感覚になるというか。 そうなんですよねだからなんかうんだからなんか演技をやってみたいなって思っててだからなんか説得力のある人になりたいなと思って,て。 もう演技とはみたいなのでめっちゃ検索とかするくらいちょっともう本当に <laughs>「分かんない」みたいになってた時もあったけど分かんないっていうのは多分こうしてほしいもっとこうしてって言われたことを自分の中で消化しきれてなくて。 なんだろうできないできないって言うんじゃなくて自分が感じたものをどう表現するかでだからなんかうん。 でもなんかな本当今回があまりにも恵まれた環境過ぎたからかもしれないですね。めっちゃわがままなんか今今の私が言うとめっちゃわがままな言葉に聞こえてしまうかもしれないようなことだから。 なんかでも今回すごく恵まれていたんだなって改めて思いますでもどんな時でも自分のことは信じていてあげたいなぁと思うのでずっと自分のことは心の中で本気で励ましてます。<laughs> 大丈夫私のポテンシャルは絶対に誰にも負けないってハイパーポジティブな感覚を持ってる自分もいれば本当に私みんなが当たり前のことに当たり前のようにできることがなんで私だけできないんだろうあまりにもキャパが狭すぎるっていうふうにネガティブなことそれもどっちも事実だしみたいななんかそんな感じのバランスでずっと過ごしてました。 でもなんかそうやって過ごしてる自分とキャラクターが重なる部分もあったりするところを見つけるとより感情移入できるというかよりその表現はそこの表現の部分は感覚がつかめてきてなんかそうなんかすごいああ。 これは作ったものじゃなくて本物の感情が生まれてきてるなっていうのはじんわり感じるというかなんか本番に向けて徐々にそういう感覚になってたからこうやってほしいって言われたからこうやってるんじゃなくて自分から出てきたものにはなってきてる感じが徐々にしてましたうん。 深い話だな <laughs> 充電なくなっちゃうんじゃないかな。すいませんそろそろ配信切ってもいいですかちょっとだいぶ喋って私的にもだいぶ満足してきた <laughs> ちょっと 壇上の皆さんをお呼びしますね今日も見てくれてありがとうございますはるかの話をさ真面目に聞いてくれる人ってさなかなかいないよねすごいよみんないきますよ13位ととちゃんさん12位あゆたろうさん11ミみにさん10位みかにさん9位さかけんさん8いおしょうさん7位かんくろうさん 6位てっちゃんさん5位トシヤさん4位ぴょんぴょかぴょんさん3位ゆららさん2位ひよぽんさん1位るきさんですありがとうございます <laughs> あの8枚目シングルうんなんかについてはまた思うことが新たに出てきてしまってちょっと感情ブルブルなんですけどでも <laughs> 絶対みんなと一緒にまたセンターに立てるように頑張りたいなって思ってるのでどっかご協力をよろしくお願いしますはい明日はね明日はなんとクリスマスイブなんでしょうやばすぎない <laughs> クリスマスイブだよ早いよね舞台から帰ってきてさ なんかさでも今もバタバタしてるからさ年末年を越す準備すら何もできてない年末感ないけど大雪だしね新潟の人気をつけてください明日ねなんか皆さん足元悪い中だと思うんですけどニコ生配信とかもあるのでね あの来れない方はぜひそちらとか DMM さんとか見ていただいたりとか来てくださる方はね本当に気をつけて来てほしい、ね、気をつけて待ってますねありがとう皆さんじゃあねちょっと充電もそろそろやばいので終わりたいと思いますごめんねちょっと半端でみんなありがとうございましたバイバーイまたねー おやすみなさーい。